おはようございます。ツッチーパフォーマンスです。ただいま朝の5時ちょっと過ぎ、大阪に来ております。今日の予定は、これから大阪店の方に行って、雑誌 S4 の取材があるんで、それに同行してちょっとその様子と、合間を見て PV 撮影ができれば PV 撮影をしたいと思います。で、それが終わり次第、お客様からお借りしている、お預かりしている車両なんで、それをお客様の元へ納車に行くっていうことなんですけど、それにもなんと同行したいと思います。というわけで、大阪店 Vlog からそのままガレージ訪問をお届けいたします。というわけで、ただいま大阪店に向かっております。これからこちらの車、暗くてよく見えないんで現地でちゃんと紹介したいと思います。 X6M カスタマイズは日本1号車らしいです。1号車だったらもうちょっとちゃんと紹介しろよということで、はい、ちゃんと紹介しますので、お待ちくださいませ。で、ボンドもで、今回同行するのは岡くん。はい、岡くんに同行したいと思います。おはようございます。おはようございます。朝5時半です。お願いいたします。そして業界のドン大峰さんも今回いますんでちょっとカメラマンと4人で行きたいと思います。というわけで、今写真撮ってもらうところに到着いたしました。 S4 カメラマン浦野さんです。撮ってもらう車はなんと BMW X6M ハーマンフルコンプリートでございます。ちょっと朝なんでちょっと静かめに、はい、これカスタマイズはなんと日本1号車ってことで。そうです。ここからこう X6M ハーマンブームが起きるわけですね。はい、はい、クソかっこいいっすクソかっこいいっすよ。クソいかついです。はい、はい、久しぶりです、フルハーマン。いじった感すごいね。そう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 、なんかホイールもそうですし、エアロもリップなんですけど、なんかもうバンパごと変わってるぐらいのインパクトあるんで。で、なんか最近チューナー系ってサイドスカートないとこ多いじゃないですか。某ンターテックとかあのレバンテも前後ろあるのに横がなかったりとか、だからやっぱなんか横あると全然違うなと思います。で、あのスポイラーのあのこうつけました感とか。そうね、あれスポイラーオンスポイラーだもんね。そうです、そうです。純正取るんじゃないんだよね。そう、純正のカーボンスポイラーの上にスポイラーがオンして、で、その上にもう一個ルーフスポイラーがついて、で、ディフューザー変わって、絶対これいじってありますよねっていう。そうです。やっぱそれぐらいハーマンですよっていう感じがするんで、いい感じです。はい、車ごと買っていただきました。ありがとうございます。さあ、これから一応 X6M 走行の写真を撮りに行ってまいります。雑誌のあの走行のかっこいい写真ってこういう風にやってできるんですね。ただあれ、シャッタースピードとかも合わないとこう疾走感が出ないから結構難しいんだよね。やっぱりコンケーブがハーマンのホイールすごいしてるんで、走ってるとやばいねこれ。この街に一切溶け込んでない、もう改造車っていう雰囲気が最高です。これちょっとこれが終わったら僕らが PV 用の走行を撮って、大阪店に戻って積載車に乗せてお客様宅へ行っていきたいと思います。はい、いよいよガレージ訪問をお届けいたします。もう少々お待ちください。はい、というわけでなんとかオープン前までに戻ってまいりました。撮影させてもらった X6M は別の動画になっていると思いますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけで、大阪店の毎回恒例 Vlog ちょっとお届けしたいと思います。こんな車がふわっと入ってますよっていう、ちょっとお預かりしてる車がほとんどなんでふわっとですけども、こちらにはやってまいりました、オートサロン出店予定の223フルマンソリーが。ちょっとこれはあのオートサロンでレビューになります。まあ、詳しくはそちらでご紹介させていただきたいと思います。あとはお預かりでご覧ください、このドン引きのラインナップ僕は引きました。そしてこちらにはベンテーカーが入庫してたりとか、あとは数々スーパーカーもご入庫いただいております。皆様ありがとうございます。というわけで、ちょっとお昼前ぐらいかなに
積載車に朝撮影した X6M を積んでお客様の元へ行きたいと思います。ただいま朝の準備が終わりまして、全部車両の移動が終わりました。私、元ボンドミニメカニック、おすすめ厳選車両を1台ご紹介したいと思います。あれ、なんか見たことある。あれ珍しい紺色。車高は、あ、一応グーは入らないみたいです。分かる方なら分かる。厳選車両で置いてあります。で、中はダイナミカ入ってるし、色これめっちゃ良くないですか。ちょっと圧倒的に黒、白、赤とかその辺が多い中、この紺色のジョンクーパーで、よく見ていただくと、この紺色がめっちゃいいんですよ。これ多分新色じゃないかな。違ってたらすいません。このジョン・クーパーはいいっすね。屋根黒だし、多分探してる人にはかなりハマる一台じゃないでしょうか。ただ、まあ、ノーマルなんでちょっと出面がデータみたいになってるんで、まあ、せっかくなんでボンド大阪カスタマイズも一緒にやっていただけると僕が喜びます。はい、詳しくはボンド大阪の在庫ページを見てみてください。で、あとは毎回ちょっと僕あのボンドチャンネルでやらせていただいてるんですけども、一応それのサブチャンでボンドミニチャンネルもありますんで、登録まだお済みでない方はぜひそちらのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。時々僕が出てきます。今回、ハーマフルコンプリートで車両ベース車両ごとお客様にお買い上げいただいて製作させていただいた形になるんです。で、これがなんと日本第1号車ということで、もう 1X6M でコンプリートになってるやつはこれが一番最初の車みたいで、当然フルコンプリートですから前もハーマンのリップがついて、結構こう純正のなんかこの厚みな感じがそのまんまなんで、ちょっと違和感なく、でなんかバンパー変えてないのにバンパー変えたみたいな、なんでハーマンは割とこう純正に馴染むデザインけどしっかりいじった感のあるデザインなんで、かなりおすすめでございます。でもう最初からこの辺黒くなったりするみたいなんで、もう本当にエアロつけてエアボディ変えてローダウンで出てると本当にコンプリートしてる感じが出てる。ベースとしてもかなりこうねいい車なんじゃないか。そして足元はやってまいりました。もうハーマンといえばこのホイールじゃないですかね。アニバーサリーエボ、サイズが23/11J の315投資みたいです。これはすごくないですか。もうこの根茎部、分かりいただけますでしょうか。そしてこれが全部通しで書かれてるんですよ。 PCD 変換 120PCD ってことなんで、現行用の112用の変換で入ってるんです。ただ、これ意外にアメタンからすると割とリーズナブルな金額みたいなんで、まあ、他の車種とかにも非常におすすめな足に、こんなに根茎部してるのってアメタンとかでこんなにこうよっぽど車種特殊なんじゃない、作れないんで、これはかなりいいんじゃないでしょうか。そしてローダウンは今回、カーベンのバージョン4、もうほぼ一番上と言っても過言でない足回りで、乗り心地もキープしつつ、しっかりローダウンで、走行性能もすごいですね、どんな足回りなんです。あとブレーキに関しては、もともと M なんで青いキャリパーだったみたいなんですけど、これをなんと M の枠だけ残して黒く塗り替える。ハーマンにしようかっていう話もあったらしいんですけど、リアが入れられないんでバランス取って M のまんま黒くしてあるみたいな。今回本当に真っ黒で、まあミラーが車両バカーボンになったりとか、あとこのサイドステップがこれがハーマンのになるんで、これもなんかこう純正のライン殺さないでなんかそのままこう追加した感じなんで、割と自然なラインだろうけどしっかりついてる感があるんで、でなおかつこうサイドステップがつくと車は低く見える。なんでこの大きいボディがこう塊感がより出るんで、まあ、非常にこの辺もおすすめでございます。そしてリアもこの走ってるとそもそももうここが見えないという。で、デズラもさすがチューナーもの
もうバツンバツンというより若干はみ出して見えるぐらい。はみ出してません。こんな足元になってたりとか。あとはリアは結構いろいろ追加されております。まずこのルーフ側のスポイラーと、これも割と純正のこのプレスラインに合わせてこう伸びてるデザインなので、まあ、しっかりついてる感じなんですけど、こっちつけたかも。でこのスポイラーに関してはこれはちょっとスポイラーオンスポイラーなんで、ちょっとこうつけた感ありますけど、まあ、逆にこのアグレッシブな感じパンクないんじゃないかな。そしてあとはバッチなんかもしっかりハンマーになったけど、やっぱりこの辺触るとちょっとコンプリートなってますっていう感じしますよね。あとはエンブレムなんかは今回全部剥がしてないのかな。そして、まあ、マフラーなんかちょっとラインナップされてないみたいなんであれなんですけど、まあ、純正でもそもそも黒いんで後から手を加えなくて完成度が高い。あとリアに関してはこの部分がハーマンの、はい、これステッカーかな、ステッカーですね、はい、こんな感じで。そしてもう間もなく納車なんでカバーされちゃってますけれども、ペダルもしっかりハーマンのアルミペダルとかね、カバーがついております。そしてハンドルの真ん中もハーマンなんで、であとはしっかりカーティシーも昼間なんでめちゃめちゃ分かりづらいですが、ハーマンに限らずなんですけど、ちょっとその外装プラスアルファをやってあげるとよりちょっとこうコンプリートバーサスが整われて、まあ、ブラバスにしろマンスルにしろハーマンにしろドリンダーにしろいろいろお付けでございます。というわけでこれからこちらの車の納車についていきたいと思います。もうただ邪魔するだけじゃねえかっていう説もあるんですけれども関係ないです、はい、ガレージ訪問もしていいってことなんで、はい、ズーズーシーツチャーは行っちゃいます。これからじゃあお客様のもとへ、はい、はい、関西某所、関西某所です、はい、伺いたいと思います。はい、前回ねちょっとあの車の中のシーンがあの8割型じゃない9割5分型カットされてたんで、あの悪意のある編集によって、はい、カメラマン編集です。はい、あれでも言っといた方がいいんじゃないの、え、いやメカの人本当に尊敬するあそこだけカットされるとすごい違和感になるっていうね。で今回もう一回言うとよりこうやらせ感が、そう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 、もうお客さんに言われたんですか、あそうね、お母ちゃんあれやらせでしょメカニックの前で言うんだから分かってますよね、某ベンテーガのオーナー様、はい、だそうです心から出た言葉だったそうですよ、そうですよ、また、そう、ちょっとこの X6M を補足して俺ソロで紹介してみたんだけど、多分ね、うん、おもちゃのこだわりが多分全く伝わってないから、うん、いやちょっとねすみません、うん、バタバタで、まず、はい、まあフルハーマン、フルハーマン、はい、で、フロントリップ、サイドスカート、リアディフューザー、ルーフスポイラー、トランクスポイラーがエアロ、5点フルセット、5点フルセットで、はい、ホイールアニバーサリーエボ、はい、23インチの前後 11J だったかな、はい、315通し、はい、あれいいよね、そう315通しっていうのはなんかこう惹かれるというか、でも前後ともにえぐいコンケーブっていう、そう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 、でも来年作るあの RS6 アバントフルマンソリーがちょっと控えてる、あそうなんだ、そうで、ホイールは某アメタン新作で、それが RS6 で23インチ入れるんですよ、本当に、そう入れんの、そう海外で入れてるんですよ、でタイヤサイズこれと一緒なんで前後315 25 23、全然想像がつかないな、なかなかなんかね入れてる、そのアメリカで入れてる人の RS6 見たんですけど、うん、なんか普段見慣れてるやつよりなんかでけえなーってなって、いろいろ翻訳して見ていたら23インチでコンチ6の315-25-23入れてるって書いてて、じゃあいけんじゃんって、え、うん、それ真に受けたらレンダリングかなんかでいやパターンだ、何台かって、しかもレンダリングだったら多分タイヤサイズとか細かく書いてないと思うんですよね、足回りが、うん、ハーマンダウンサス出してるんですけど、うん、ちょっとやっぱお客さん普段乗りするってことで、うん、乗り心地を重視したいってことなんで、うん、今回はカーベイのバージョン4を入れてます、車高調、はい、
じゃあもう全然こう X6 そこの前の黒い X6M を積んだトラック止まりなさいっつって、いやマジかと思った、もう完全にやられたと思った、そこの改造車を積んだトラック止まりなさい、法令遵守よほんまに、びっくりした、しかもカメラマンめっちゃうなずいとるもん、うん、岡さんです岡さんですみたいな、違う違う、ちょっと待って、あっちんだけど、あっちんだけど、ちょっと今朝クソ寒かったの、焦ったー、焦らない、捕まる要素が完全にだってないじゃん、ない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 でしょ本当に、あのいやでもね、そういう雰囲気が出てる、なんかこうめちゃくちゃいじったこうなんていうの、改造車、改造車っていう雰囲気が出てる、真っ黒黒だから車検対応です、うん、はい、そうなんだよね、車検対応です、はい、